ふむふむ、なるほど。雑誌なんか熱心に読んで、珍しいな。あ、マリサじゃない。いいところに来たわね。この広告を見なさい。なになに？ソックパンプアップ？すぐに筋力を増大させることのできるサプリと、靴下型サポーターか。すごくない？今の時代、ネガティブが蔓延しているからね。筋肉で解決しなきゃ。売り文句は、俺がこんなに強いのは、前田のクラッカーかよ。今すぐ買おう。待て待て、絶対インチキだ。ついでに言えば薬事法違反だ。え、そうなの？そんな騙されやすい霊夢のために、今日は昭和のインチキ商品を振り返っていくぜ。絶対に騙されてたまるものか。まずは、ちょっとエッチなものシリーズだ。いきなりぶっこんできたわね。一つ目、X 線メガネ。どういうものなの？顔が赤くなる愉快な透視メガネらしく、かけるだけで何もかもを透視できるんだと。ドラえもんの道具か何か？広告だと、女の子のスカートの中身が、透けてる絵が描かれているな。これはもう、そういうことでしょ。しかも、なんか広告文にめっちゃハートマークついてる。すごい、卵の黄身にまでハートマークついてる。意味わかんないね。これがたったの950円。ええ？ちなみに、この手の透視メガネは、昭和にはいっぱいあったんだ。こんなものがいっぱいあったら大変でしょ。レントゲングラスとか、呼び方はいろいろだったな。祭りの露店、学校の校門近くの、よくわからない敵屋の商品としても重宝されていたぜ。で、実際どうなの？インチキに決まってるだろ。原型となる万華鏡みたいな形のやつは、ガラス部分に羽毛が仕込まれ、対象物の輪郭が薄くぼやけて、中心部分だけ細く黒く見える、という仕掛けだったな。妙に手が込んでる。それを、自分の手の骨が見えた。と言ってキャッキャとはしゃいでたわけだ。笑えるのは、大人になった証拠ね。二つ目は、モザイク除去機。エッチなものシリーズだから、ビデオの？そう、ビデオの。これは、80年代あたりの雑誌によく広告が載っててな。値段が結構高くて、実際に買った人はそんなに多くないかもしれない。どういう商品なのよ。いろんなボタンやつまみがあって、見た目は簡易的なミキサーみたいだぜ。なんかすごそう。実際に検証してみた人がいるが、さすがに綺麗には消えなかった。綺麗には、ということは？薄めでぼんやり見れば、モザイクが透けて見えるような気がする程度。おそらく、画質を荒くし、ぼかしてモザイクをごまかしているのかもしれない。まあ、せっかく適法にするためにモザイクつけてるのに、簡単に外せたら大問題よね。現代だと、デジタル技術でモザイク除去をすることができるが、それを販売したりしたら違法だからやめような。本当は視聴もダメだけどね。そういえば、昭和の世の中には、無修正とか裏とか言って、詐欺ビデオ売る手口が流行ったな。そうなの？サンプルだけ送られてきて、何度かハガキなどのやり取りをした後に、あなたのしていることは違法です、と警告されたりするんだ。いやいや、無修正扱ってる業者にだけは言われたくないよね。あとは、実際は全くエッチでも何でもないようなビデオを、裏物と言って販売するとか。マジか。裏の何とは言ってないし、裏ビデオを買おうとしたなんて言えないからな。騙されても泣き寝入りがほとんどだぜ。ドベリバなんですけど。ここで H シリーズは終わりだ。意外と少なかったわね。まあ H 系ばかり紹介してもあれだしな、健全な商品も紹介しとこう。三つ目は、オート魚釣り機。自動で魚を釣ってくれるということ？そういうことらしいな。ネズリしちゃう人にはたまんないわね。私、釣りの時本読みたくなるから、こういうのは欲しい。広告には、特殊スプリングの仕掛けで、魚がかかれば自動的に針を巻き上げる、と書かれてるな。特殊スプリング？なんだかすごそうね。だけどお高いんでしょう？投げ込み用が250円、釣り竿用が300円だ。安い。テンション上がってるところ申し訳ないが、こんなもんインチキに決まってるだろ。なんでよ、あるかもしれないでしょ。んなもんあったら、とっくに釣り業界は変わってるぜ。特殊スプリングというのも、妙に曖昧だしな。こういう曖昧だけどなんだか凄そうなワードは、インチキ商品広告あるあるなんだぜ。そうだったのか。危うく騙されるところだったわ。そんなおバカな霊夢に、四つ目の、バカにつける薬を紹介しよう。バカにつける薬はないっていうのに、あるの？正式名称は、バカナオールだ。ド直球すぎるでしょ。滝本新鮮薬品堂の商品でな。これを一回使えば普通の頭に回復し、二回使えば天才になるそうだ。凄すぎでしょ。なんと、西洋のアンドリュー博士が作ったらしい。あのアンドリュー博士？いや、誰だよって話だよ。それはもう高名な人でしょ？知らないけど。架空の人物だし、架空の会社名だぜ。ついでに言うと、バカナオールなんて商品は実際にはない。はぁ？巨峰タイムスが作った、昭和インチキ商品広告のパロディだ。
箸休めとして面白いと思ったんだが、ここまで騙されてくれるとはな。つまり、インチキなインチキ商品の広告ってこと？ややこしいなぁ、おい。5つ目は、実際にあった睡眠学習機。睡眠学習？寝る子は育つ的な？寝る子は育つは意味が違うけどな。正しくは、睡眠をしっかりとらないと、成長が阻害されるという意味で。はい。睡眠学習というのは、正しく言えば、睡眠の前後に勉強することで、記憶に定着させるという勉強法のことだな。それを手助けしてくれる機器なんでしょ？ちょっと違う。昭和の時代だ、睡眠学習は勘違いして広まっていたぜ。寝ているだけで勉強になる、とな。寝てるだけで頭が良くなるなら、私なんてケンブリッジ大学行けるわよ。どんだけ寝てるんだ。これは、テープレコーダー入りの枕だな。それでどうやって勉強するのよ。枕の中から、英単語や歴史年表が流れてくるから。眠りながらそれを聞くことで、勉強になるというものだ。勉強より眠くなって、安眠効果の方が高くなりそうね。実際、使う前よりよく眠るようになったりした人も、結構いるみたいだな。1号機は1966年に発売され、価格は 14,800 円。当時でその値段だと、結構なことだよね。まあ、今の価値に単純に換算することはできないが、だいたい6万円くらいじゃないか。マジか。6万。これが案外大ヒットしてな、1970年代には、累計50万台をも売り上げたんだ。みんな踊らされてるわね。まあ、寝る前に英単語を聞くことで多少効果はあるだろうが。まあ、成績がぐんとアップするという広告は、持ってるわね。6つ目は、スーパーブレンナーだ。何それ？これも頭を良くするためのアイテムだな。学習法ブームなのかな？いつの時代も、教育熱心な親はいるもんだ。確かに。平成から令和にかけての、個性を伸ばす方針と比べ、昭和全体的に、良い大学に入れること、良い会社に就職させることを目指す方針だからな。それで、スーパーブレンナーはどういう感じで頭を良くしてくれるの？なんと、頭に巻くだけ。巻くだけ？広告によると、スーパーブレンナーからは磁力線が出ていて、これが頭に作用するんだと。作用するとどうなるって書いてあるの？頭がすっきりして、ぼんやり頭もはっきりして。勉強が面白くなり、何でも頭によく入るようになるらしい。すっきりはっきりって、似たようなこと2回言ってるわね。勉強が面白くなる、に関してはもう洗脳に近いよな。精神にまで作用してるの面白すぎるわね。実際、磁力線にそういう効果はあるの？まあ、要は磁力や磁気というものだな。磁石を使った肩こり改善グッズとかは今でもあるけど、実際は磁石が持つ肩こりへの影響は定かではない。同じように、磁石が脳にいい影響を与える、という研究成果は全くないぜ。つまり、完全にインチキということね。実際は、ただの磁石だろうな。プラシーボ効果で勉強頑張っちゃう子はいそうだね。いるだろうな。ちなみに、肩こりに関して言えば、理屈はこうだぜ。磁気が血中にあるヘモグロビンの、いわゆる鉄分に当たる部分に働きかけることで、血行を促進する、と。まだ、脳がどうのこうの言うより説得力があるわね。これは別にインチキと言い切れないみたいだが、絶対正しいとは言えないな。磁気が血中のヘモグロビンに作用する、とされている原因は、解明されていないし。磁気ネックレスも、プラシーボの可能性ありそう。いずれにしても、個人差はあるよね。7つ目は、ドクターキャッツポー。何？これ？これも頭を良くするためのアイテムだぜ。もしかして、私、バカにされてる？はは、まさか。もしかしなくてもバカにしてるぜ。いっそすがすがしい。こいつは、学習補助機器。集中度を音と光で知らせてくれるという。昭和によくある、なんだかよくわからないけど、凄そうなスーパーマシンだぜ。すごい、本当になんだかよくわからない。機械の表面が手形になっていて、この手形の人差し指と中指のところに、センサーが搭載されているんだ。指につける外付けセンサーもあったらしい。そのデザインが妙に医療機器みたいで、信用してしまう原因にもなったんだろうな。騙される人そこそこいそう。まあ、いたわな。ははは。マリサ、あんたまさか、そんなバナナ。センサーで脳波を読み取り、アルファ波が出ている状態だと、緑色のランプが点灯するぜ。集中できていない時は、赤いランプが点灯して電子音が鳴り響く。ジョーク系のおもちゃとしては面白そう。嘘発見機的な。ちなみに、赤いランプが点灯した時は、添付のカセットテープを再生する。すると、渋いおじさんの声で、吸ってー、吐いてー、と落ち着かせようとしてくるんだ。なるほど。だけど効果はないでしょ？人による。これは、使って勉強するだけで、よほどのバカじゃなければ成績が上がる。くらいの触れ込みだったんだ。ふむふむ。続
つまり、効果がなかった場合は、自分はよっぽどのおバカさんだということになる。そうなるのが嫌で、必死に勉強した結果、成績が上がった子もいると？そんな感じだな。なお、商品名はドクター猫の手。猫の手も借りたい、というあなたへ、みたいな皮肉を感じるわね。ピンポイントに、おバカさんを狙った販売戦略をしているのも、面白いところだな。今だと問題になりそうなターゲティングだ。八つ目は、携帯電話だ。え、携帯電話ってバブルより後じゃないの？これは、電池も電気も不要な携帯電話なんだぜ。え、どういうことなのか全くわからない。タバコの箱。特にピースと同じ大きさの箱同士を、5メートルのコードで繋ぐ。ふむふむ。この箱には穴が開いていて、そこから声を送ったり受信したりする仕組みだ。ん？なんか既視感が。これでお隣の友達と会話ができるぞ。しかも、山や海にも持っていける。いや、糸電話。そうだな。糸をコード、紙コップをタバコの箱にしたら、多分工作で作れるよね。作れるだろうな。これ、売り物なのよね。うん、売り物だな。お父さんからタバコの箱もらった方が良くない？実際そう思う。別にインチキではないけど、なんか、ね。ただ、広告の絵のように、違う家にいる人とやり取りするのは、無理があると思うぜ。そこは、インチキ。ここの爪は、よくある。背を伸ばす系の機械だ。何その夢のような機械。首と足首をベルトで固定し、自力で牽引する器具。すごく痛くない？それ。実際すごく痛い。広告には、他の方法で失敗したけど。これで5ヶ月間で、12センチも伸びたという、山田くんの口コミが載せられていたぜ。うん、絶対創作なのよ。他の広告では、背はぐんぐん伸びる、と、うちでの小槌を振った一寸法師が書かれていた。まあでも、体に関する悩みは男女ともに、いつの時代もあるよね。この身長を伸ばす機械の歴史は、昭和3年からあるぜ。え、すごく前からあるのね。縦型で、バネとハンドルみたいな構造がある牽引式器具だ。基本的に引っ張って伸ばすのね。大男となる、というシンプルな広告が目を引くな。いいキャッチコピー。ちなみに、大正11年には、小男も大男となる、というコピーで、何やら牽引式身長伸ばし機の前身みたいなものの広告が、出ていたようだぜ。もう昔すぎてよくわからないわね。ただ、この牽引して伸ばすというのは、関節に負荷を与えて炎症を起こすから、発売禁止になった。いや当たり前だのクラッカーなのよ。その上、背が伸びるという表現も法規制で禁止になり、こういう、身長を伸ばす系のインチキ商品の広告は見なくなったな。普通に考えたら、体に悪いってわかりそうだけどね。冷静さを欠くほど悩んでる人が対象なんだろ。それに、このくらいの時代は、医療的な知識はあまり一般的ではないしな。ああ、確かにそっか。時代背景で、どんなインチキ商品広告に騙されるかどうか、変わりそうね。というところで、今回はここで終わりだ。霊夢、どうだった？自分が案外、まだまだ冷静でいられていることが分かったわ。一瞬騙されかけたのもあるけど。それにしても、昭和って古代広告は当たり前だったんだなーって、感じたわ。まあ、今ほど広告に関する法整備が進んでないからな。今は古代広告は行き過ぎると指導が入るし、薬事法や景品表示法などで縛りが多くなったな。だから近年は、あまりインチキ商品広告は見ないのかな。いや、意外とまだあるぜ。まだ残っているのは、勢力増大サプリ系だな。飲むだけで5センチ大きくなった、みたいな。本当に飲むだけで5センチも大きくなったら、逆に怖いでしょ。何が入ってんのよ。そういうツッコミをしながら見ていくと、結構面白いよな。中にはジョークグッズとかおもちゃとしては、良さそうなのあったしね。ありえないでしょ、仕掛けがあるんだろ、と思いながら、そういう商品は楽しんでいきたいな。みんなはどう思った？この動画がいいと思ったらグッドボタン。あまり良くないですねー。と思ったら、バッドボタン。チャンネル登録、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。